はい、今日は11月20日、今午前11時5分ぐらいですね。はい、今日も放射性廃棄物の排出をやってるんで、10時の測定が終わってまた来ました。だから30分程度しかやってないんですよね。でも草を切るのと違って疲れるんで、これくらいでやめます。こっちが橋本川の本流ですね。で、向こうが一番上のあの水路からつながってる、ここにつながってるんです。はい誰か罠を仕掛けてます、はい、で上流側からやってましたけど、ちょっと入りにくいしやりにくくなったんで、午前中の上を少しやって、それからはもう下からやっていこうということで、こっちに切り替えました。下流側からですね、はい、よいしょ、はい、はい、こんな感じですよ。そこに石垣があるんですよ。そこ結構身長よりちょっと高いから180ぐらいかな、石垣の高さ、はいね、はい、はい、私もこっちに来てちゃんと見たことはなかったんで、この流れですね。はい、こんな感じになってます。下流側ね、これはゴミがそっちまで流れ込まないようにということでしょうね。はい、はい、はい、こんな感じです。ここはひょっとしたら農地だったかもしれませんけども、放置してあるんで、もうこんな感じになってますよね。こっち側から少しずつ、今度は水路側だけですね。道路側はちょっとそのまましといて、水路側だけ、こっち側だけですね。もうこの辺は水路というより川みたいになってますけど、はい、はい、そういうことで、少しずつやっていこうと思ってます。はい、作戦変更、下流から下流から攻めることにしました。はい、撮影終わります。